エオン592年8月7日は、中国の北州、随代のチロ論州の僧、東新路山のエオンと区別して清影寺のエオンと呼ばれる。属性は、李氏、東港軍出身の人である、研修高都県に生まれる。13歳で出家し、四分律や教論を修学し、法上に指示した。法上は、十字教論を研究する。 ロン州の南道派の中心人物で北西の総統であったエコーの弟子で首都同じく総統となった。エオンは北州武帝の廃物時にただ一人武帝に対して正面切って直感した。580年に仏教が復興すると昇林地で公設した。随代になると洛州のシャモ門徒に任じられた。その後、海王7年には都の対抗上に招致された。 当初は大公然寺に入ったが、その喧騒を嫌い、新たに混流された、清影寺に移った。以後、縁は清影寺で公設を行い、7 0余人という多数の僧徒が集まったという。主張は、大城義明十四巻である。次週の見地から見た、陸上仏教,教教理の創設的な内容であり、教理史上において重要視される。開王十二年に直が下り、 本教を管轄し、その文みしを肯定するよう求められたが、その年に十字で没した。去年70、ありがとうございます。